もうついていたか。さすが、早いな。遅いよ。お、超半純義久しぶり、元気だった？ええ、お二人ともお変わりないようで。どうも鈴木太一さん。二人とも見た顔だ。ハンピン・リューマンの元総帥に、あんたにはおなじみのハン・ジュンギだ。孫妃から聞いて事情は心得ています。あなたに残された時間が少ないことも含めて。そうかなら話は早い。あっちの二人は偉人町の探偵でね、町の動向を探るときにちょこちょこ仕事させてるんだ。今は試用期間ってとこ。はあ、あの若いの桐生さんがどういう相手か分かってねえんだろうな。知らぬが仏だね。なるほど。沢城って男は相変わらず腹を見せないみたいだね。彼が海老名とどこまで深くつながっているかで青龍会への切り込み方を考える必要がある。青龍会は跡目だった高部が無所に行った頃からどんどん不透明な組織になっていきました。ですがここへ来て腑に落ちたことがあります。なんだいそりゃ。高部が警察に捕まったのは組員に拳銃を持たせていた容疑だったんですがね、どうやらそれは海老名のでっち上げと考えられそうです。何？組員内部からの情報提供が逮捕につながったと聞いています。もし海老名の目的が本当に極道の第二次大解散であれば高部を排除する必要はない。だから我々も海老名を密告の容疑者とは考えていなかった。しかし大解散が単なるお題目で海老名の狙いが青龍会を牛耳ることなら高部を刺したのは海老名で決まりでしょう。はじめは極道を大解散させるつもりが組に入って気が変わったってことか。もしくは初めから青龍会を乗っ取る気で組に入ったか。わざわざ警察のエリート官僚まで辞めてな。何のために？そこがまだ見えてないところだ。じゃあいつも海老名の隣にいる沢城ならその辺の話も知ってるかもね。ああ、あいつが春日の言う通り海老名と一枚岩じゃねえならな。沢城の連絡先は孫妃が知ってんだよね。だったら話ができないか聞いてみたらいい。海老名のいない場所でね。沢城だ。桐生だ。あんたと話がしたい。桐生さん今どこにいる？海老名は一緒か？用件を先に言ってください。俺に何か？話がしてえだけだ。海老名のいないところでな。あいにくですが俺は忙しいんです。ご承知のように大量の組員をハワイに送り出す準備中でしてね。あんたは客寄せの名誉職だろ。海老名の尻にくっついてる以外で仕事あんのか？今のセリフ一の野郎が言ってたならぶっ殺すぞ。だ文句があるなら面と向かって言え。どこに行きゃ会える？埠頭にある青龍会の倉庫です。ナンバーが場所を知っています。海老名は一緒じゃねえんだな。ええ、ですが俺は一人じゃねえ。青龍会の人間が大勢いる。彼らも忙しくしてるし仕事を邪魔してくる奴には容赦しないでしょう。
なるほどな。それでも来るって言うなら、俺もこれ以上は何も言いません。では。どう考えりゃいいんだ、今の。沢城に会いに行ったら、青龍会の連中が襲ってくるってことか。うん、そうなるよね。私が思うに、沢城は脈ありだがね。え？本気でこちらと会う気がないなら、場所も言わないし、組員がいることも警告はしてこない。私には沢城から SOS が出てるようにさえ感じられた。ってことは、やっぱり沢城は私たちの味方？おお、だったら早速倉庫に行こうぜ。だが一方で沢城が裏の裏を書いてくる可能性もある。つまり倉庫に行ったら大量の青龍会組員はもちろん、海老名も待ち構えてたりしてな。おお、じゃあどうやって嘘と本当を見極めりゃいいんだ。結局のとこ行ってみなきゃわからねえってことか。危険だけどやるしかないわね。ああ、オッケー、なら俺も一緒に行くよ。え？え？何？ダメ？いや、もちろんありがたいが、いいのか。ソンヒもここんとこ楽しそうにやってたみたいだしね。いや、しかしお二人にそんな軽いフットワークで動かれると方々に示しが。そんなのお前が睨み聞かせりゃ問題ないじゃん。そうは思いませんけど。お前も来てくれりゃ確かに頼もしいが、立場的にも青龍会と表立って揉めるのはまずいんじゃないのか。もう偉人町の平和は崩れ始めてるし、連中から始めたことだからね。売られた喧嘩なんだから文句言われる筋合いはないよ。それに立場気にしてダチ助けないとかなんかダサいじゃん。キリュウさんは助けないの？あれ、俺なんか変なこと言っちゃった？いや、変だったのは俺の方だ。すまん。構わないか。うん、ま、私は別に歓迎するなんて言わないのね。ツンデレの君にそこまで期待しちゃいないよ。よし、ってことでみんな、またよろしく頼むよ。大歓迎だぜ、チョウ。もう私たち敵なしなんじゃない？なんだかみんなで随分楽しそうなことですね。六方全勝じゃ縛れない。